おはようございます。今日はこちらの駐車場で起きました。めちゃくちゃ寒い。今はマイナス5度でも夜はマイナス10。めっちゃ寒い。なんかパーキングヒーターをこう25度とかにしてもちょっとだけは寒い。やっぱりこの車はね、ちょっとこのドアのところとか、あの何か小さい隙間があって、ここ下に少しだけ冷たい空気が入ってしまったりする。で、今からブルガリアに行きますね。ブルガリアの人生2回目の旅です。でも前回は、まあ、ソフィアとあとビャワっていう町に行きました。今回はソフィアにも行くけど、荷下ろし、今運んでる荷物は荷下ろし2箇所もある。このソフィアともう一つはもう少し南にあるので、ちょっと楽しみ。何か自転車の部品で Google で見たら、なんかこの駐車場1日800円ぐらいするのにシャワーもない。そして、まあ、こんなにね、金取るならちょっとでも砂をここにかけてほしい。もう氷だらけ、ここ歩けないぐらい。No, tak na co wychodzi. Dobra, to pojedziemy, się spokojnie.朝起きたらこの運転手と少し話をした。なんか一緒にコーヒーを飲んでちょっと喋った。この人は自分は生まれて育った町に住んでるからちょっと面白かったけど、今発車できなかった時は CB 無線でこのガソリンスタンドでちょっと砂をもらいに行った方がいいかもとか上限をしてくれた。そして今は一緒にスロバキアの国境まで行きますね。
ニアの国境にやってきました。 列があんまり長くない、多分早く渡れると思います。最初の検査はスムーズで行けました。いつも通りの話、パスポートとかトラックの書類とか、今からははかりと、あと何、荷物の書類のなんか確認とか、そしてここでこのルーマニアを使えるためのルーマニアの道路を使えるためのこの通行料金っていうか、一日は11ユーロ。で、安くなるのは1週間。1週間は7日間でも55ユーロ。だから55ユーロ払って、今から、7日間は、このルーマニアの道は使えます。休憩しよっか。この駐車場はもう3回目止まる。でも今日はもう暗くて、新しいの探すのめんどくさい。ここで泊まりましょうか。
来るね。おはようございます。休憩は13時間近く止まってました。普通だと11時間が経ってから発車は普通にできる。まあ、今日9時間でも大丈夫だったけど、ちょっとだけ明るくなり始めるのを待ってました。なんかね、やっぱりたまになんかもう全くライトついてない自転車とか、馬車はまあブルガリアの方が多いけど、ルーマニアもたまにある。まあそういうのがね、たまに出てくる。そしてなんか荒い運転の人たちとか、だからもう本当に時間がなくて急ぐ時はルーマニアでも夜は走るけど、できれば明るい時に走りたいですね。はい、ではブルガリアに向かいましょう。あと450キロ。時間でもう7時20分25分。ポーランドと1時間時差がある。ポーランドはまだ6時20分25分。7時25分。でも街はまだ寝てるね。暗くて寒くてこんな時、もう本当に必要がないなら散歩する人あんまりいないでしょ。ADR の危険物、30の番号だとよくわからない意味だけど、まあ何か燃えやすいもの、そしてなんかどこかに、まあなんか環境に悪いもの、この2つのマークがついてる。で、街の中リミット50、俺は60、70とかで走ってた。こいつはなんかこの1台の私のトラックを追い抜くため、この街の中で多分90を出して追い抜く。でちょっとだけ前にこのもうめちゃくちゃほらやばいじゃんこいつ。前に車いっぱいあるのに。この仕事をなんかしたくなる人は免許を取る前にこのなんていう、なんか頭ちゃんと動いてるかどうかとか、まあ目の前にあることを
ちゃんと判断できるかどうかとかね、そういうのをね、そうじゃないとこの仕事はしない方がいいね。そんななんかちょっと頭の問題ある人とかね。でもルーマニアだとこのテストはなんかあまり厳しくなそう。自家製のお酒です。ペットボトルとか丸い瓶、多分何かのまあキュウリとか入ってたやつ、キュウリを食べて酒を、
国境まであと4キロちょっと。そうですね、列はここで始まる。かかるかな、今日働ける時間以内に渡れるのかな、それか列の中で朝まで休憩。見えてきました。そろそろ測り、測りは OK でした。大丈夫です。ここはまたこのスプレーがあるね、そして暗くなるからもうこの辺で止めようかな。あ、今回スプレーされなかった。ここ止まれない看板があるけど、ここで多分安全で止まれるね。何か盗まれる恐れがあまりないと思います、国境だから。でもここからどこかにもうブルガリアに入ったら、どこに何かの安全な駐車場があるか全然わからないから、もうここで寝て明日の朝明るくなったら明るくなったらって言ったら面白い。そうね、ここで休憩をして、でもなんか止まれない看板があるね。どうしよう、前回ここいっぱいトラック並んでた、そしてここも2台ぐらい止まってたね。カーテン閉めてる運転手、どうしよう、もう止まった方がいいかもしれないけど、この看板ちょっと怖い。起こされたくないね。どうしよう、多分あんまりこの看板気にしなくていい気がするけど、進むしかないか
今出ます。そうです。もうここ駐車場ある。止まってみましょうか。駐車場は有料です。1日ブルガリアのお金10レブ、それか5ユーロ。まあ5ユーロの、そしてカードでは払えなかった。はい、そしてもうここで今日は仕事終わり。朝はまた出発して、ソフィア。州都まで行って、その近くになんかカジケネ、カジチェネ、カジヘネ、なんとかっていうところがあって、そこで最初の荷下ろし、そしてそこからはもうちょっと南、ロゴシっていうなんか村か何かに行って、残りの荷下ろし。今5時36分、ポーランドの時間、ブルガリアの時間6時36分。
だからまあ3時間かかりましたね、国境を渡ることは。まあまあ悪くないよね。